皆さんこんにちは、エリコです。オラトドソイエリコ、今ですね、キューバのハバナ市に来ております。今日はですね、こちらに住んでいる大学生、にちょっとキューバのことをいろいろ聞いてみたいと思います。はい、こちらがですね、今ハバナ大学で、日本語を勉強している学生さんたちに来ていただきました。今からちょっとキューバのこととか生活のこととかいろいろ質問してみたいと思います。お名前をお願いします。ミランダ・ガルシア・アルミンと申します。ミランダさん、ミランダ・ガルシアさん、はい、私はオルテガ・ジェンプと申します。オルテガさん、はい。ガシアはマリソルです。マリソルさん、はい。なんで日本語を勉強し始めましたか？外国語学部でフランス語を専攻してるんですけど、うん、2年生になった時は他の言語を選ばないといけないんですね。はいはい。その時は、ロシア語とかドイツ語とか英語は選択しないといけないんですけど、うん、その中に日本語が一番難しかった言語なので日本語にしました。どうですか、勉強してみて。難しいですよ。難しいですか？日本に漢字とか、日本に行く前に全然話せなかったので、すごく辛かったです。なるほど。日本に留学されてたんですよね。はい。何年いらっしゃいました？2年間。どうでしたか？やっぱり行ってよかったなと思います。本当ですか？はい。何がその生活、日本での暮らしで一番大変だったことってあります？食事です。あ、和食はあんまり好き苦手なんでなるほど。醤油が入ってる食べ物はあんまり好きじゃないので、ずっと自炊してました。そうなんですか。ジェミリさんは、どうして日本語を？私は高校からアニメとかよく見ました。はい。そしてマリソルさんは？アニメと漫画大好きです。それから日本の文化とても、面白いです。日本は行ったことありますか？日本へ行ったことあります。はい。どんなイメージを持っていますか、日本に？私はパパイスとのアドルトラもいいインテレサンテ。あ、し、gracias。今、キューバにお住まいですけど、これから将来はずっとキューバにで生活する予定ですか？フランス語を専攻してるから、できるだけカナダとかフランスに行って修士課程を取って、その時はキューバに戻るか海外に住むか迷ってます。いや、私は本当は日本で働きたいと思います。来年から大学院したいと思います。大学院、その間いろんなバイトして他の仕事を探すつもりです。キューバの若い人たちってどういう将来はどういうふうな考えを持っていると思いますか？例えばキューバにずっといて、キューバで働きたいか、それとも新しい可能性を求めて海外に出たいと思っている人が多いか、どう思われますか、皆さん？キューバの若者だけじゃなくて、世界の若者は将来のあるところに働きたいから、キューバ人もそう。はい。あと、そのキューバという国に対して期待していることっていうのはありますか？もう難しいですね。でも教育とか医療はすごく発展してる国なんで、それじゃなくて他の例えば経済力を高めるとか、みんなが幸せに生きていけるところを作ってくれれば大丈夫なんじゃないかなと思って、今旅行者、海外の人が来てますけども、どう思いますか？観光客がいっぱい来るのは
それはいいことなんですけれども、それは一時的な、そうですね、言葉から、それだけに注視しないように考えてほしいです。うん、ちなみに今のその若い人たちっていうのは、そのエスタードで働くよりもプリバードで働きたいというのをよく聞くんですけど、それはどうですか？そういうふうに思います？自分のビジネスと政府の仕事と比べたら、自分のビジネスの利益はもっと高いです。そうですね、うんうんうん、みんな自分のビジネスをやりたい、はい、じゃあ若い人たちはそういうテンデンシアがある、そういう傾向があるっていう、まあ、もちろん人によって違うけれどもあるということですよね。一日の大体のなんか何してるかっていうか、大体の流れを教えてもらっていいですか？私は大体9時に起きて、朝ごはんを作って大学に行って、勉強して授業が終わったらまたフランス語の番組を見たり、へ、経済を独学で勉強したり。なるほど。たまに日本の友達と話をしたり。1時とか2時ぐらいに。仕事がある日は、それは朝から夜までずっと。何の仕事してますか？ああ、なるほど。へえ。フランス語と日本語。そうですか。仕事がない日は、日本語とかフランス語を勉強して、あとはテレビでスポーツとか見て、アーティさんと一緒に勉強頭に筋トレします。あ、そう筋トレ流行ってるんですよね。あ、流行ってます。ね、そうですよね。どこでやるんですか？ジム？あ、ジムじゃなくて、ジムには通ってないんですけど、部屋で。部屋で筋トレ。へえ。伏せとか。ああ、なんか筋肉がある人がモテるって聞いたんですけど、本当？そうです。なるほど。ありがとうございました。